めけの日記動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。速報です速報なんと、超合金魂からついに、ガオファイガーが発売決定だ <laughs> おー、今日ね、突如、夕方の4時に。 えー、バンダイスピリッツの魂ネーションズ公式から発表がありました。まあ、僕ちょっと動画撮影してて出遅れたんだけど <laughs>。というわけでね、えー、今日はね、これをちょっとじっくりみんなでワイワイやろうじゃないかという動画になります。やばい。ちょっと今日長くなるかもしれないな <laughs>。というわけでね、えー、魂ウェブホームページに来ています。いやー、すげえな。あの、以前、あの、魂ネーション2022の時に企画開発担当の佐藤さんに直撃インタビューをしたところ、 もうほぼ出来上がっております。と言ってたんでね、もう発表を楽しみにしていました。お、来たこれこれこう、どんどん移り変わっていく絵のところにガオファイガー来てるんだよね。2023年2月8日。ちょっと待って。ちょっと待って。止められないのか。詳細公開というわけで、ここに絵が映ってる。かっこいいで、これをさらにクリックすると、じゃんこの、ね、記事のところにニューラインナップ。ガオファイガーが佇んでいます。めっちゃかっこいいです。 超合金魂 g x 1 0 4ガオファイガー発売日、えー、今年の2月9日予約開始、えー、7月発売予定ですメーカー希望小売価格お値段4万700円というわけで税込みですまあこれは価格とかはねちょっと後にしよう詳細は2月4日公開予定というわけでいやーついに来たねこの動画を見てるあなたはガオファイガー好きですか まあ、勇者王、ガオガイガーファイナル、えー、前半で思い乗ってたやつですね。ガオファイガー。で、これと、えー、同時に、えー、魂ウェブで、えー、ブログがアップされていました。魂ブログ。前編とし、まあ、これの試作品のレビューがあります。ちょっとこれを、まあ、詳しくは、 この動画を見た後でもね、ぜひあの URL があるんで、まあ、ホームページ含めて、これぜひ見てください。ちょっと僕はおっていうところとか、ちょっとみんなと共有したいなというところをちょっと読ませていただきます。で、まず、まずなんだけど、みんなに、えー、言いたいのが、最初のあのテレビのあのガオガイガーと、この OVA のこのガオファイガー。この二つのまず決定的な違い。 これをちょっと紹介したいんだけど、ガオガイガーは立体化前提のデザインなんだよね。まぁ、あ、玩具化されることを前提としたデザインとなっているのに対し、このガオファイガーっていうのは、まあ、立体化されることはあまり考えられてない。変形型のこのギミックを盛り込もうとすると、まあ、立体化が非常に難しいロボットだ。ということを念頭に置いて、えー、この記事をちょっと一緒に読んでいきましょう。今回が前編というわけでね。まず、ファントムガオ。 これもうプロポーション完璧でしょ。<laughs> いや、だからさ、これが、だからガオファーに、えー、ちゃんと変形するっていうところがすごいよね。一応これは完全変形となっているとのことですね。キャノピー部分は開閉が可能だって。わー、すげー。膝裏に当たるランディングギアはちゃんと稼働し、設定通りの着陸形態になります。 いやー、改めてね、超合金魂っていうのはね、もう今更説明不要かもしれないんだけど、もう25年以上の歴史を誇る、もう一大、なんていうのかな、ハイエイジトイブランドと言ってもいいよね。ずっとこのハイエイジトイを権威のこの業界をずっと引っ張ってきたと言っても過言ではないと思いますね。その金字塔でもある超合金魂ですね。で、ドリルガオ2。これポイントとなるのは、前作ではドリルガオ。 ね。で、この OVA から、まあ、次のマシンということで、2となってるわけですね。これも完全新規らしいね。最重量ガオマシンの設定は、超合金魂のも健在です。ダイキャストをふんだんに使用した、重厚感あふれるマシンとして立体化とのことです。そう、あの、超合金魂のガオガイガーも結構重いんだよね、これね。かなりずっしりしていて、 あのー、もう本当にダイキャストがふんだんに使用されています。ほうほうほほこれも今回は健在なんですね。クローラーの部分はね、回転が可能。これ、ガオガイガーの時めっちゃ良かったんだよな。プラスチックになってて、あのー、なんていうのかな。ゴムじゃないんだよねあ。今回もすごい期待が高まるところです。ドリルには新規ギミックを搭載。4段構成になっているドリルは高度な設計によって1段ずつ交互に逆、逆回転 ああ、だからもう本当に劇中みたいなんだな。だから例えばなんだけど、このゴールドの部分を回すと、このグリーンの、イエローグリーンのところは逆回転する。はあ、どうなってんだこれ。すごいギミックだなー。ステレスガオ3。これもまた解説すると、 その、テレビ版の時にね、えー、このステルス顔をパワーアップして、えー、ステルス顔2っていうのがね、出てきた。だから今回はステルス顔3となってるわけですね。この顔マシンだけ3になってるっていうところがポイントでね、こういったとこが、記事が書いてあります。赤の部分はメタリックな質感で塗装されています。いやー楽しみだなーちょっと俺語彙力だんだんなくなってくるのごめんね。<laughs> へここがちゃんとカシャッと、心地よい手応えを感じられます。だって、くぅ遊んでみたい <laughs> ライナーガオ 2! どんどん行きましょう。ああ、これもね。あの、前回のライナーガオからね、大きく、最もイメージが変わったよね。わあ、これロケットになってますね。で、ファイナルフュージョン時には、この、補助ロケットをね、パージするのが特徴。確かに。このね、あの、 この後ろの部分がね、パージされるんだけど、そのパージ機能がギミックとして搭載されています。こちらの動画をご覧くださいとのことなんで、ぜひ皆さんも見てください。ブースターパージ発射ギミック。これね、感動したなぁ。遊んでも楽しいよね。4体並べるとこんな感じです。えっと、前回のガオガイガーでは、ステルスガオ用に1セット付属していた台座。 これは今回は3セット増設されたと。つまり、だからこの飛行メカはちゃんと飛行形態で飾ることができるわけですね。いいね、こうディスプレイ派には嬉しいね。さあそして、ファントムガオからガオファイガーへのフュージョン。ガオファイガーへの完全変形と映像イメージの立体化の両立を目指し、問い独自の解釈が搭載されてます。変形がとにかく難しいだろうなっていうところを見事にクリアしたとのことですね。ここら辺、ぜひ後でみんな見てください。手首の、 収納だとか、足首ね。ああ、確かにここの足首のところはね、ここなんだけど、ほら、さっきも言ったけど、これがさ、スマートな足首になるっていうのはさ、すごい難しそうじゃないこれになるっていうね。これがちゃんと完全変形してたりとかね。この胴体もね、超難しそうなんだけど、これを見事に再現しています。いやあ、これは嬉しいね。僕的にはやっぱり完全変形派なんで、 いや、ちょっと脱線するけどさ、今までこのイニシエ、のガング野郎たちは、いくつものね、こう立体物を触ってきたと思いますね。いや、今回は、まあ、超合金魂だからね、ちゃんとかっちりとして、あの、なんていうのかな、まあ、頑丈と言っていいな、いいだろうか。うん、頑丈な作りごたえになっているっていうのがね、楽しみだね。ガオファーというわけで、この、えー、ガオファイガーのコアになるロボット、ガオファーにね、見事に完全変形。 えー、ちゃんとね、この開き手とか、ああ、この表情のある、顔いいね。いやあ、これは素晴らしいね。アクションも、アクションもね、できるというわけでね。わあ、すげえ。あーちゃんとこのウがね、展開するんだね。それから、あこれですね。これは、今回の立体、超極魂オリジナルです。劇中には登場してない、ガオファーとステルスガオー3との合体や、ガオファーとドリルガオー2の合体も、 できるとのことですね。なるほど。確かにね、確かにね、せっかくだからやりたくなるよね。うんやっぱりね、そうなんだよな。やっぱそのプロポーションもいいしが、あの、この超合金魂ってね、やっぱその遊び心も忘れてないところが本当にいいよな。この記事、いい。 次回新たな勇者をガオファイガーの勇士を近日公開というわけで今回のファイナルフュージョン時の各ガオマシンの変形シークエンスから合体後のプレイバリューの全貌へと引き続き GX104 ガオファイガーの最新情報を紹介していきますというわけでねさっきあの上の方にもあったあのゴルディーマーグとのまあ連動ギミックだったり合体した状態でのまあプレイバリューなんかをね紹介してくれるとのことで後編も楽しみですねいやーとにかく そうだな、ここまでを見て、あ、ちょっと待ってね、最後に、月刊ホビージャパンの3月号には、えー、こちらのね、情報が満載というわけで、監督の、ヨネタニヨシトモ監督と、ガオファイ、超大きなマシガオファイガーのインタビューが掲載されているとか、気になった方はね、ぜひゲットし、あの、ホビージャパン呼んでください。さあ、というわけでね、えー、僕が今回、えー、えー、みんなとお話し,したいのは価格だね、4万円。 まあこれ生放送とかでも言ったことがあるんだけど、まあたい20年ぐらい前を振り返ると、だから、ダンクーガとかだよね。ダンクーガが2万円ぐらいの価格帯 ?2 万ちょっと超えたぐらいの価格帯だったから、まあそこから振り返って、まあ20年ぐらい経ちまあおおよそ倍、倍とはいかないけど、まあ4万700円ぐらいになりました。まあこれが高いか安いか本当に人それぞれだと思うけど、まあ一つ言えるのは、 まあ今はもう令和で2020年代なんだよな。超合金魂がスタートしてからもう25年が経っているわけです。もう様々な、もうほら普段生活してたらもう物価がさ、どれだけ上がってるかなんていうのはもう僕が説明しなくてもみんなが実感してることだと思います。まあ必然的にこういう玩具。 まあ、思考品というのかなこういう、まあ、立体物も高くなるよねっていうことだと思います。あの、前回の超合金、ああ、ガオガイがいくらだったっけなうん、ちょっとパ今ごめんね、パッとは思い出せないけど、まあ、そっから比べると、やっぱりさらにね、いろいろ、うんまあこの高等化してるよね。で、まあ、他社のブランドになっちゃうけど、あちょっと伏せるか。はは,はよ、早う。早う範囲がさ、 帝国通りに、えー、到着するじゃない、今度。それがお値段2万0千いくらか。2万0千いくら。で、これが4万。まあ、長方形魂はね、ダイキャストパーツがふんだんに使用されています。で、前回のガオガイガーもう重い。他の合体ロボット比べても、やっぱとにかく重量感はあった。さっきの、ハは、ハイの方は、まあ、基本的にはプラスチックがメインとなっているんでね。まあ、といったところがま、違うかなと思います。うん、まあ、僕は、顔、あの予約、 もし開始されたら欲しいなと思うんだけどね。あ、最後に、えー、もう一回。えー、2月9日だから。これもよ、木曜日です。で、発売は7月。メーカー希望小売価格4万700円。というわけでね、税込み価格になります。まあ、詳しい詳細は、まあ、前日の2月8日に公開されるとのことなんで、まあ、まだ、まだ、ね、ゆっくり吟味する時間もある。し、逆に言うと、これ多分ね、 瞬殺。ああ、こういうこと言っちゃいけないか。うん。でもすぐなくなっちゃうんじゃないかなっていうのは僕の体感的な、ね。あの、感じではあるかな。うん。まあ僕は予約がね、無事にできれば欲しいなと思います。この動画を見てるあなたはいかがですかね。うん。あなたからのね、コメントも待ってます。幅広く。 いろんな幅広くね、コメント待ってるんで、ぜひ、あなたからの感想お待ちしてます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。わたわでした。また最新情報を公開します。またねー